こんにちは、ペグちゃんです。 FIFA ワールドカップ決勝トーナメント1回戦、ポーランド対日本ちょっと今の言い方うざかったので、多分視聴者が3割ぐらい離れたんじゃないかなと思うんですけども、早速やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ポーランド、そうですね、まあそんなに、なんだろう、まあ強豪っちゃ強豪だけど、めちゃめちゃ強いっていうイメージはない。ただレバンドフスキっていうやばいストライカーがいるという、そういう感じの、国だという、僕の中の印象なんですけども、早速やっていければと思います。前回ね、グループステージ日本で2位通過しました。はい、1勝2分け、5得点4失点の、得失点差プラス1と、なかなかしょっぱい突破の仕方でございます。なんですけども、こちらのポーランドも1勝2分けの勝ち点5、なんなら得点としても日本と全く一緒な感じで突破してきてるので、なんだろう。1位と2位ではあるんだけど、このグループステージだとほとんど同じ成績できてるっていう、まあそういうね、感じなんで、まあほぼ互角の試合ができるんじゃないかなと。ゴールランキング、レバンドフスキいるかな？あ、レバンドフスキはいなさそうだけど、待って、なんかいなかったか？上。あ、ピョンテク。あ、レバンドフスキじゃない方が4得点で今得点ランキング2位にいると。なるほど。スアレスと並んで2位と。これはなかなかやばいチームかもしれない。まあ、早速やっていければなと思っております。それではね、ゲームプランの方を見ていきましょう。まずちょっと怖いね、調子。まあ、なんか誰か死んなきゃいいけど。いきます。調子オープン。あ、まあ、長友以外はまあ、普通以上か。オッケー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 。今回調子ガチャはオッケーですね。川島じゃなくてゴンダで行こう。ゴンダが絶好調の選手を使わない手はない。で、なんかね、コメント欄でリバプールに南野が移籍したからかわかんないけど、南野使えみたいなコメントがいっぱいあるんですよ。で、南野ね、正直ね、これ能力値これ70しかなくて、トップ下に置くと。フォワードでも71しかないの。これ他の選手と比べても総合値結構低めなんですけど、なんかね、この2列目からの飛び出しっていうこの能力が結構強いんじゃないかって僕ちょっと思ったので、この南野を今回はトップ下でやっていこうかなと思います。うん、結構ガンガン攻めていきたいから、こうトップ下に置くことによってこの2列目の飛び出し、これ結構使えるんじゃないかなと思っております。今回は南野でいきます。決してコメントに屈したわけではありません。一応そこは言っておきます。はい、では早速ねやっていきたいと思います。それではキックオフでレッツゴー。どこだここ、今回はどこのスタジアム引いた。スタジアムガチャ、ローマオリンピコ、イタリア。初戦がユベントスのホームスタジアムだから、まあイタリアでしょ。で、マラカナンとかサンパウロのホームでやったから、ブラジルで、イタリアブラジル合同ワールドカップかよ。何その中途半端なワールドカップ。イタリアブラジルって移動距離半端ねえな。しかもあまり接点がなさそうな国同士っていう。イタリア、ブラジルワールドカップですね、今回は。さあ、大迫、南野、中島翔也、堂安。この4人で攻めていきたいと思います。この4人、今回。まあ、中島翔也、堂安のこのスピード。あと、南野の2列目からの飛び出し。で、大迫のパワー。この4人でね、頑張っていきたいなと思います。権田も頑張れ。今回、川島じゃなくてお前を使っている。光景の、クリスマス、0時53分、正の6時間に、君が代を歌うとこ、ペカちゃんでございます。はい、ちょっと悲しくなってきますね。さあ、一方ポーランドです。さあ、ポーランドはね、やっぱりレバンドフスキだと思ってます。僕の中ではレバンドフスキが恐ろしいストライカーだと思ってるんですけど、まあさっき見たらゴールランキングピョンテクも上位にいたんでね、2人ともなかなか攻撃的という感じで、これはなかなか手強い相手になる気がします。多分今までブラジル、フィルミーノいたけど、まあそれを考えた上でも、多分今まで戦ってきた相手の中ではフォワードは一番強いんじゃないかなというチームでございます。その攻撃力、何とか封じて勝っていきたいなと思います。国歌が鳴りやまない、鳴り終わる直前からもう今握手が始まってた。さあ、あ、シュチェスニーもここなんだね。シュチェスニーもポーランドなんだ、ゴールキーパーのね。あとミリクも
ポーランドらしい。うん。俺が知ってるのはこの4人かな。で、日本は、4-2-1-3、3トップです。まあ、こう見てると、やっぱり、堂安中島シェアがどれだけサイドをえぐれるか、そういう勝負になってくるかなというふうに思っております。さあ、それでキックオフでいきましょう。ポーランドはやっぱ結構ね、多分身長高いと思うんだよ。だからやっぱサイドからのクロスとかはちょっと厳しいの。おお、いきなり？いきなりか？いきなりか？これ、大迫。よし。お、いいパス、いいパス。ちょっとパスずれたけど、ずれたのが逆に良かった。さあ、これ中島氏は、これサイドかな、やっぱり。さあ、これ、オフサイドっぽくない？いや、大丈夫だ。これ、こぼれたところ。わー、惜しい。ただ、いきなりチャンス作ってった。この前線でのこのパスカットから、いいね。前回ね、パスが弱いみたいな、なんかあったんで、ちょっとパス強めに行きたいなと思ったんですけど、ちょっと弱めですね。オッケー。あ、こっちボールなんだ、今の。さあ、これセットプレイですね。これはね、パスかな、さすがに。こっから狙うのは無理。酒井宏樹使って。抜けるか。中に合わせ。わー、くそ。ちょっと蹴り出しすぎたかな。さあ、これ、レバンドスキーか。しっかりとこれマークつけろ。オッケーオッケーオッケー。怖いね、レバンドスキー。ここ来るか。ここサイド上げてくる。身長ね、絶対あっちの方が高いか。危ない危ない危ない。結構スレスレに来た。これかわせるか。厳しいよな。あー、やってもうた。そっちじゃないんだよ、今の。そっちじゃないのよ。そっちじゃない、今の。その、しかもパスミス、これで失点したらブチ切れるよ。危ない。これはちょっと絶好調の権田に助けられたな。さあ、しかも高速カウンター。大迫、いや、パスずれたか。ずれたけど、まあまあまあ、まだ許容範囲。長友、長友から中島。よし、これ長友いけるか。長友が打つ。長友が決めた。これお辞儀する？お辞儀しよう。お辞儀、お辞儀しようぜ。お辞儀しようぜ。お辞儀しようぜ。お辞儀ない。お辞儀ない。長友が決める。まさかの。インテル長友、まあガラタサレだけど、俺の中ではインテルなの。長友が、これいいシュートだったね。まさかの長友だよ。大迫でもなく、中島翔也でもなく、堂安でもなく、南野でもなく、長友と。おー、いいね。股抜き？長友ね、うん。あんま代表戦とかでゴール決めないんだけど、インテルにいるときはね、まあまあゴール決めてたと思うから。いや、ここでゴールか。ちょっとお辞儀したかったな。お辞儀したかったな。ただ、見事なゴールで、まず先制点です。長友から大きく立て、中島翔也。よっけ。南野から大迫。堂安いけないか？堂安いけないか？ちょっとね、攻めすぎたかな。これ結構今こっちペースだよ。結構こっちペースだよね。いい試合してるよ。しかも、ボールも支配してるし。さあ、また中島翔也、長友のこのスピードで。長友から、おー、うまい！半端ない！半端ないゴールが生まれた！何今の！え、何今の！また長友がやった！大迫への合わせるだけのクロス！やばい、長友だわ。これキーパー触ってるけど無理だったって感じかな。うん。この低めのクロス。長友、大迫合わせるだけと。いや、この 2-0 でかいぞ。まさかの。え、でもなんか、こういうさ、順調に 2-0 に行くの、格上相手に順調に 2-0 に行くのちょっと怖いよね。なんか、ベルギー戦を彷彿させる展開かもしれない。だから早めに3点目。サッカーでマジで 2-0 って危険なスコアだと思うんで、3点目。ここで 2-1 とかになったら本当にやばいかもしれない。まずいね。これは大丈夫。OK。さあ、南野。南野。まあ、きついか、さすがに。これやばいね。切れろ、切れろ、プレイ切れろ。プレイ切れろ。OK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 。2-0。でかいよ、本当に。今まで
どれだけ接戦に苦労してたか、2点差つくの初だよね、多分今回。今回の、このウィーラーの実況で。初の2点差。後半も、こっからガチガチに行こうぜ。ファールないか。多分あっちはね、ガチガチで来ると思うのよ、さすがに。ガチガチで行かないと2点差なんて取り返せないと思うから。OK。さすがに取られていくと。まずいね。長友、まずい、まずいね。危ない。ピョンテク来ましたね。ちょっとね、俺がね、若干浮き足立ってるかもしれない、これ。ちょっと気引き締め直さないと。2点差ついたことによって若干油断が入ってる。俺自身が。2点差なんて大丈夫だろうって。さあ。これ、堂安。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 うわー、さすがにな。ここ3点目はさすがに阻止したいとガチガチに守ってくる。これサイドかな、さすがに。さすがにサイドか。嘘、危な。それで、それでポスター、あ、オフサイドか。でも、あのシュートでポスター上がるのすごいな。まずい、まずい。出ろ、出ろ、出ろ。まずい。ゴンダ、ゴンダ、ゴンダ、オッケー。ナイス、ナイス、ナイス。しっかりと今出てった。で、今蹴ったグロシツキが変わっていくと。オーランドは先ほどから見ていてクロスでチャンスを作ろうとしているようです。まずい、まずい。これオフサイドないか。まずい、やられた。まずいね。やっぱ返されたか。そうだよな、ちょっと完全に油断で言ってたもん。ちょっと後半攻められすぎた、あまりにも。これオフサイドないんだ。でも今のオフサイドっぽくない、あれ。微妙じゃないこれ。あー、オフサイじゃねえわ、オフサイじゃねえ。酒井宏樹がいた。さあポーランド、これで相手を射程圏内に。なるほど、完全にうちの今のラインが崩れたってことかな。さったらこう南野、南野が行け、南野が、南野から大迫がさすがに遠い。結構みんなガチガチに上がってるよ、これ。まずい。まずい、まずい、まずい。オッケー、オッケー。このまま終われるかっていうようなね。これ中島氏はさすがに疲れてんだよな。スタミナがない。オッケー、堂安、堂安、くそ。こっちも選手変えたいな。そう、命がけの守り。オッケー、クリアしろ。よしよしよし。ダメだ、ずっと相手のターンが続く。これまずいよ、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 まずいよ。防げ、こっち。てか選手交代させてくれ、選手交代させてくれ。ただこれカウンターいけるぞ、南野走れ。ただね、疲れてんだよみんな。こっちみんな攻撃に疲れてんの、スタミナないのよ。これやめて、やめて。ちょっと選手変えさせてくれ。こっちまだ選手交代ゼロなの。変えたいと思ってからずっとプレイが続くのよ。みんなスタミナゼロなのよ。そう、みんなスタミナ、あ、いける。よし、もう選手交代ゼロでいこうか。このままだったら誰も攻めてこないもん。うわ、やばい。ああ、まあ OKOKOK、 今よく止めた。ロングパス、こっち変えようか。さすがに5バックとかにしようぜ。南の作業もうこれは南野下げて、庄司、いや、牧野の方がいいか、これさすがに。牧野入れて、5-3-2。で、真ん中吉田かな。で、これで、一応センターフォワードに、岡崎出しておく。一応出しておいて、で、ここも山口蛍で、こういう感じで、OK、まあ、こんな感じでいいでしょう。あと一人、OK、OK。これで守りに入ります、完全にこっちは。3人交代で、岡崎以外は全員もう守りの選手でいきます。で、攻守レベルもガチガチで下げて、もう守りに行きます。1点差。うん。そうだね、パワープレイで来るね。まずい。これ、クリアしろ。OK。
ロスタイム2分か。ロスタイム2分か。守り切るぞ、なんとしても。クーノフって普通キーパーとかも上がってこないのかな。やばい。弾け。よし、弾け、弾け。まずい。まだ続くか。まだ続くか。まだ続くか。全員で封じろ。全員で封じろ。出ろ、出ろ、ゴンダ。よーし、勝ったー。いや、前半、なんとか、2点取って、よかったね、これ。後半、めちゃめちゃ攻められたけど。ということで、はい。結局ね、後半押されまくったので、パスの、あれとかは、あっちの方が、まあ、勝ってますけども、まあ、初戦勝ったということでね、次行きましょう。さ、他の相手はどうなったかな。イラン、ポルトガル、次の相手だね。PK なんだ。イラン頑張ったね。でも PK の末7対6でポルトガル勝利と。あとはどうかな。あ、フランス負けたんだ。へえ。フランスがスイスにジャイ切りされてる。まあ、あとは順当にいってる感じかな。なるほど。うん。うわ、ポルトガルがなんとか勝ったということは次の間ポルトガルですね。で、フランス負けたけどアルゼンチン勝ってるってことは、スイス対アルゼンチン。だから、アルゼンチンが勝てば、だから、クリロナ・メッシとの連戦の可能性が出てきてるってことだよ。いや、激アツだね。クリロナ・メッシ倒して決勝まで行くっていう、そういうストーリーがちょっと見えてきたなぁ。ちょっと相手クリロナ出てるかだけ見ていい？おるわ。クリロナおった。次の相手クリロナいます、皆さん。もう今回レバンドスキー、レバンドスキーって言ってますけども、次はクリロナなんで。クリロナぶっ倒して準決勝勝ち上がりたいと思います。という感じで、この動画が良ければチャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。またの